皆さん、こんにちは。ヨッピーです。今回は、異例すぎる4月ディズニーシー最新衝撃ニュース5選でお届けしていきます。4月のディズニーシーの詳細をまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。後半にね、びっくりなことをお伝えしたいと思いますので、ぜひ見てね。では行ってみましょう。この動画を見たらわかること。4月のディズニーシーの過ごし方。最近やった衝撃ニュース、これらを分かることができます。私の主観も含まれますので、ぜひ参考までにしてください。では、目次です。1、4月の見どころ。2、パークチケット。3、混雑予測。4、販売予定グッズ。5、アトラクションの休止情報。以上5つで進めていきます。では、早速1つ目です。4月の見どころ。4月はイベントが盛りだくさんとなっています。では、スケジュールこちらです。4月はですね、いきなり1日からいろいろなイベントがスタートするということで大変楽しみですね。まず1日、ダッフィーフレンズのカムファインドスプリングということで、春のね、新しいダッフィーのイベントがスタートします。こちらもね、また後ほどお伝えします。そして大変楽しみなのが、フードワインフェスティバルですね。こちらも1日からスタートです。で、2日にはチップとデールの誕生日がありますので、みんなでお祝いしましょう。そして7日はタワーオブテラー、レベル13、シャドウオブシリキの最終日となります。今しか味わえない恐怖体験をぜひやっていきましょう。そして8日、ドリーミングオブファンタジースプリングス。ファンタジースプリングスのプレイイベントがいよいよ開始です。で、8日にね、新しいグッズが出て、そして9日から新しいパレードが始まります。そして15日、41周年のディズニーリゾートの誕生日ですね。そして25日、この日もですね、新しいグッズの発売日となります。なので4月は前半に一気に新しいイベントがスタートするということを覚えておいてください。では詳細いってみましょう。まずはこのディズニーシーフード&ワインフェスティバル。4月1日から約3ヶ月間、6月30日まで開催されます。こちらは食で世界を巡るフェスティバルということで、8つ目のテーマポートもできますので、8つのテーマポートを題材に世界中の国々のメニューが楽しめる初めてのスペシャルイベントですということで、場所はこちらですね。主にね、メディテレニアンハーバーからアメリカンウォーターフロントのエリアで9つの場所でですね、様々なものをいただけるということになります。では1個ずつ簡単に使いつまんでご説明します。まず1つ目、ロストリバーデルタをイメージしたメニュー。ハドソンリバーハーベストではスパークリングカクテルとかね、なんと今回とんがりコーンを使ったアボカドのナチョス風のね、中南米のメニューがいただけちゃいます。そして2つ目、ドックサイドダイナーではコカ・コーラのカクテル、そしてフライドチキンレッグ、バッファローソースのチキンレッグがいただけるということで、まさにアメリカンなチキンレッグいただいちゃいましょう。続いて3つ目、フードトラックレッド&ブルーではアイスフルーツティー、そして午後の紅茶ベリー、午後の紅茶ピーチということで、午後の紅茶をふんだんに使ったね、フルーティーなソフトドリンク、そしてベイクドドルチェ、これはアップルキャラメル味で大変スイーツとして良さそうですね。続きまして、ニューヨークデリースパークリングカクテル、ラム&パイナップルということで、青い海をイメージしたブルーのピニャコラーダ風カクテルでございます。ホタテ貝のマッシュポテトをシュリンプチップ添えということで、貝殻に見立てたシュリンプチップを添えたホタテ貝入りのマッシュポテトです。続いてゴンドリエスナックではアマレットラテのカクテルをいただけます。イタリア生まれのリキュールであるアマレットを使用したカクテルとなります。はい。続いて、レストラン桜のテラス席では、スペシャルカクテル、酒&ピーチ。日本酒になんとピーチが溶け出すということで、美味しそうなカクテルですね。続いて、チキンロール。こちらね、なんと、甜麺醤とマンゴーということで、なんという組み合わせなんでしょうか。楽しみですね。続いて、デランシーケータリング。ここではね、まあ、ホットドッグですね。カレー味の、はい、ホットドッグが食べれるということになります。次、リバティーランディングダイナー。ここではですね、キャンディースイートポテトサンデーということで、またまた独創的なサンデーですね。スイートポテトがふんだんに入った、しかも大福も入っちゃってるんですね。そんなサンデー、ぜひいかがでしょうか。次、バーナックルヒルズ。こちらではですね、ハートランドとレモンを使用した飲みやすいビアカクテルということで、爽やかな味わいのビアカクテルになります。で、今回ですね、テディ・ルーズベルト・ラウンジのテラス席がね、開放されます。
去年からね、ずっと閉まっていたテラス席、開放的なテラス席で、ぜひとも美味しいシャンパンでもいかがでしょうか。はい。で、今回ですね、皆さんのお声におそらくお答えして、食べ歩きのお供に便利なリーフレットも用意されていますということで、楽しみですね。この機会にトゥデイも復活してくれたらありがたいです。最後にシェフズイマジネーションということで、今回ですね、豪勢な食べ物もいろいろいただけます。で、新テーマポートファンタジースプリングスをテーマにしたご飯とかね、そういったものもいただけますので、ぜひともね、マゼランズとか、SS コロンビアダイニングルームとかね、チェックしてみてください。はい。でね、今回このような、こう、バーガンディーカラーのね、素敵な幕がね、いろいろなところで見られますので、ぜひともチェックしてみましょう。はい。続いて大人気のダッフィーイベントが再びスタートです。で、今回ね、ダッフィー&フレンズカムファインドスプリングということで、またまた可愛らしいイベントがスタートします。で、今回はね、リーナベルちゃんが主役ということで、このダッフィーのね、服装も大変可愛らしいですよね。ぜひともゲットしたいものです。まだね、グッズの詳細は出てないんですけれども、4月1日から発売開始ということで、はい、今回はね、個数制限もちゃんとして転売されないようにしてほしいなと思います。で、スペシャルメニューもね、4月1日からスタートします。ちなみにね、今まで食べられていたクッキーアンちゃんのね、ドリンクがめちゃくちゃ美味しかったので4月からも期待大です。で、ディズニーホテルも4月1日から新しいね、パッケージのものが出るということになります。はい。で、ディズニーリゾートライン、こちらもね、1日フリー切符、面白いものが出るかと思いますので、続報をお待ちください。続いて、ドリーミングオブファンタジースプリングス。4月9日からファンタジースプリングスのプレイイベント、ハーバーグリーティングやデコレーショングッズやメニューが登場しますということで、ファンタジースプリングスに思いを馳せて今から楽しんじゃいましょう。はい。で、今回どんなイベントなのかというと、こちらでございます。はい。これはね、ファンタジースプリングスのロゴ。次。こちらね、ファンタジースプリングススペシャルグリーティングということで、40周年のね、グリーティングがいよいよ終わりまして、新しくね、ファンタジースプリングスの衣装を身にまとったミッキーとミニーたちがやってくるということで、大変楽しみですね。開催時間は14時、そして16時5分からということで、まあ、1日2公演になりますので、ぜひとも皆さん見ちゃいましょう。で、今回ですね、ファンタジースプリングスが始まるにあたって、オリジナルデザインのシールとかね、なんとね、エントランスとかミルテリニアンハーバー周辺でキャストさんにお声掛けすればもらえるんだそうです。ぜひともゲットしましょう。次、6月6日からファンタジースプリングスオープンまでの間、メディテリニアンハーバーを中心にカウントダウンをね、実施しますということで、ディズニーリゾートラインのところでも今カウントダウン毎日やってますよね。商品施設、エンポリオのウィンドウディスプレイやミラコスタ通り入り口での夜間演出、またパークでおなじみのポップコーンのレギュラーボックスにて、ファンタジースプリングスへのカウントダウンを楽しめますということで、はい、もうね、100日切ってワクワクが止まりません。続いてスペシャルメニューもね、いろいろ出ますよということで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そしてディズニーリゾートラインのチケットも今回ファンタジースプリングスのものが出るということで、大変楽しみですね。続いてタワーオブテラー春のイベント、こちらはね、間もなく終了です。今やってます、まだ乗れてません。レベル13シャドウオブシリキ、4月7日までの開催です。まさにね、シリキ・ウトゥントゥが主役な未知なる恐怖の上昇体験。ぜひ皆さん4月7日までなので行ってみましょう。次、Believe Sea of Dreams です。Sea of Dreams 復活しまして、またまた早く見に行きたいところです。開催時間は19時15分からということになります。個人的にはですね、メディテレニアンハーバーのこのね、ミラコスタの反対側から見る景色が大変好きでございます。次、スカイフルオブカラーズです。スカイフルオブカラーズもね、開催時間は20時30分です。最近ね、なかなか打ち上がる日少ないですね。ちょうど確かこの前の週の金曜日とかにね、上がってたような気がします。風がない日は上がりますので、まさにね、運がいい方には花火が打ち上がることでしょうね。次、ビッグバンドビート、ア・スペシャルトリートということで、こちらはね、16から19は残念ながら休止です。それ以外の日程に関しては、1日5公演やりますので、ぜひともチェックしてください。次、ジャンボリミッキーレッツダンス。これについても、1日5公演となります。午前は11時10分、午後はね、12時、13時、15時、16時台にやりますので、ぜひとも見に行きましょう。
個人的にはね、このミッキーとミニーとね、キャラクターたちの距離感が大変近いのがジャンボリミッキーの見どころなのかなと思っております。ぜひ行ってみましょう。はい、ということでね、4月はまさに新しいイベントがどんどんスタートして、そしていよいよファンタジースプリングスの幕が降りるということがね、近づいてきているなというのを実感しますね。ぜひともね、この花粉が辛い時期ではありますが、パークで楽しんでいきましょう。2つ目、パークチケットご説明します。はい、4月はね、4月5月の平日、ワンデーパスポートなんと大人7900円からということで、かなりお手頃に楽しめる時期がやってきます。はい、で4月はね、まず1日から3日は19,000円、27、29は19,000円、それ以外はね、基本的には1万円は切ります。で4日から6日、このあたりは9,900円、7、13、20、9,400円、そして14日、21日は8900円です。で8日から12日、15から19、22から20、22から26の平日に関しては7900円です。ということで、もういよいよね、学校もいよいよスタートするということで、この時期はね、若干閑散シーズンになってくるんじゃないかなっていうふうには、個人的には考えてます。ただね、後半に入ってくるとゴールデンウィークもありますので、結構混んでくるかなとは思いますので、覚えておいてください。続いて混雑予測やっていきましょう。で、このままの勢いで進めていきますと、ディズニーシーはね、比較的前半かなり混むんじゃないかと思ってます。特に1日はダッフィーのイベントスタートしますし、フードワインフェスもね、始まるということで、なかなかね、期待感が高まっているということで、1日から3日は×というふうにしています。そして、9日ですね。はい、この日もね、新しくファンタジースプリングスのイベントが始まりますし、結構平日だけれども混み合うのかなとは思っております。そして同日はね、前半は三角、そして後半については20日は×、27、28、29、このあたりはゴールデンウィークになりますので×というふうにしています。でそれ以外のね、平日については、結構やっぱり月曜日はね、3連休くっつける方も多いと思いますので三角としています。金曜日もね、そんな傾向はあるかなとは思っています。で10日から12、16から18、23から25、このあたりはですね、パークチケットの額も7900円でね、なかなか空いてるんじゃないかなとは思ってます。ただね、結構インバウンドのお客様も最近は増えていますので、なかなかね、混む予想も、できるんじゃないかなとは思っております。ぜひ参考までにしてください。で私だったらね、やっぱりこの丸のあたりを狙っていきたいなと思います。でもね、やっぱり新発売のグッズは狙いたいので、4月8日ここをね、めがけてぜひとも行ってみたいと思います。ディズニーランドもね、また違った新しいイベントがありますので、どっちに行くかね、大変悩ましいかなとは思います。4つ目、販売予定グッズについてご説明します。極めて異例すぎる対応です。ということで、何が異例なのかというと、これね、ファンタジースプリングスのね、新しいグッズの予約販売の中止ですね。これはちょっとびっくりしましたね。結構ね、ご好評いただいて、もうね、パンクしちゃったんですよね、ホームページが。で、これはファンダフルディズニーメンバー会員向けのものではあるんですけれども、ファンタジースプリングスのグッズ10種12アイテム、これらをね、予約販売でやってたんですけれども、あまりにもアクセスが殺到して止まっちゃったということだったんですね。で、これがね、なんとまた2点しまして、なんとですね、受注生産で販売されるということになります。で、ポイントは、先着順ではありませんと。予約受付期間中に申し込んだ場合、確実にお買い求めできるということで、これはありがたいですね。で、受注生産になるので、お届けまで時間はかかりますと。なお、予約後のキャンセルはできませんということになります。いやー、もうほんとね、オリエンタルランドさん頑張ってくださってるかなと思います。で、私もね、ゲットしたいなと思います。ただね、これはファンダフルメンバー会員の皆様限定ということではありますので、会員ではない方にはね、ちょっとね、申し訳ない情報ではあったかなとは思います。次、どんなグッズが手に入るのかというと、もうほとんどのね、新しく今回出るグッズゲットできます。ぬいぐるみバッジ2600円、ミッキー、ミニーね、どちらも大変可愛らしいですよね。なんかね、大人な雰囲気を醸し出していて、この泉、まさに感じますね。次、このディズニービーグルコレクション。今回トランジットスチーマーラインもこんな感じのものが出るのかなと思うとね、なんだかワクワクしますよね。
次、巾着セット2800円です。このね、新しいアトラクションのね、巾着が出るということで大変楽しみです。で、予約の受付期間は3月11日から20日です。で、お届け時期はね、なんと9月下旬以降なんですね。なので、もうかなりファンタジースプリングス始まって3ヶ月ぐらい経った頃に来るということで、なかなか待つっていうことにはなりますよね。で、続いて、ファンダフルディズニーメンバー向けにね、こういったいろいろなグッズが出ます。個人的にはこのね、リュックサックがめちゃくちゃ気になりますね。耳をね、出し入れできるらしいんですよ。で、パークに行くときは耳を出す。行かないときはしまうと。いった形でできるっていうのはめちゃくちゃ面白いですよね。で、T シャツとかね、ぬいぐるみとかマグとかね、このあたりも値段が半額に下がっていて、ありがたいなと思います。で、サイン帳、ビーグルコレクション、そして会員専用バインダーということでね、いろいろなグッズが充実してきていて、大変楽しみです。そして、一般の方も買えるグッズがこちら、マグネット1000円です。これはですね、おそらくフードワインフェスティバルの開始と同時の1月1日に販売がされます。まさにね、そこに合わせて出てきた、このね、美味しそうなご飯とミッキーということで楽しみですね。で、個人的には確実に欲しいなと思ったのはこのボクサーパンツですね。黄緑色のボクサーパンツにミッキー、ミニー、ドナルド、皆さん、グーフィーとかね、いろんなキャラクターが乗っていてとても可愛いです。はい、最近のね、パンツのクオリティは非常に高いので、ぜひともゲットしたいなと思います。5つ目、アトラクションの休止情報をご説明します。4月の休止のアトラクションはこういった形です。基本的にはですね、4月から休止となるアトラクションはありません。変わらず、マーメイドラグンシアター、いよいよトイストーリーマニアが帰ってきます。4月13日からですね。シンドバッドストーリーブックバッジ、こちらはね、なんと9月24日までしばらく休止です。で、それ以外はね、まあ、レストランの休止とかも3月までのものはあったんですけれども、結構4月からは再開しまして、いろいろね、リハビリテーションから戻ってくるということになります。非常に楽しみですね。はい、ということで今回の情報いかがでしたでしょうか。4月から始まるイベント、4月の特別な情報、いろいろお届けしていきました。皆さんワクワクしますか？私はワクワクで止まりません。ということでね、今回の情報が皆さんのパークで素敵な時間になっていたら幸いです。最後までご視聴いただいてありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。インスタもフォローいただけると嬉しいです。 TikTok も頑張ってますので、よかったら見てね。では今日のヨッピーの一言です。4月のディズニーシー。いやー、とても楽しみですよね。中でも個人的に大変注目なのは、やはりフードワインフェスティバルですね。もうお酒の種類がね、たまらなく多いんですよね。で、特にこの SS コロンビアのね、テラス席、しばらく封鎖されてたんですけども、それがね、いよいよ開放されるということで、ぜひともそこでね、豪華な船の上で飲むお酒、大変美味しいと思いませんか？皆さんは何が4月楽しみですか？よかったらコメント欄で教えてください。ということで今回の情報は以上になります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. またね。バイバーイ。